こんにちは。はい、どうもこんにちは。ワクワクカルチャーチャンネルです。よーい。ゴールデンウィーク明けてございますね。明けましたね。はい。ただ、今年のゴールデンウィークはなんか例年よりちょっと涼しくてね。うん、全然気候違って、結構過ごしやすかったかな。ね、前半なんかは雨も多くて、結構、これは寒くてね、もはやね。そうだ。ゴールデンウィークの最初の日、金曜日だったかな、嵐だったよね。嵐だった。そうだよね。で、前半とか、晴れた日1日ぐらいしかなかったんじゃない？そうでしたね。まあ後半は天気良くて行楽地行くね、知り合いなんかも多くてね。そうだったね。まあ、後半は結構みんなゴールデンウィークできたような。遠方からのね、お客様もね、やっぱり来てくださる方も、まあもちろん地元の方もね。そうね。まあなかなか会えない人たちなんかも多くて。そうですね。3年ぶり、2年ぶりになんか、充実したゴールデンウィークだったのかなとはね、思うよね。そうですね。遠方から来てくださったお客様の中で、実はお土産いただいたお客様がいたんですよね。来てますね、もう。そうなんですよ。T シャツいただきまして、ブラキシズム。ブラキシズム。ですね。というブランドをやられてる、まあ、視聴者様がいて、わざわざ足を運んでいただいて。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。なんか俺らもともと住んでた場所ともそんな遠くなくてさ、そうなんですよね、はい、なんかちょっと親近感の枠あるね、まあ面白いのが、くぬぎ山くんこれ M でしょ。これね、僕 M サイズいただいたんだよ。ゆったりしてて、あ、くぬぎ山くんの身長、体格だとゆったり切れる、ゆったり切れます、はい、俺ね S。 これ動画撮る前に気づいて。だからやっぱりこうイメージ、あれ俺そんなちっちゃくないのよ。身長178ね。ちょっと大きめ、ちょっと大きいじゃん、俺166よ、だから本来であれば俺が S、 そう、まあ、M でも多分 T シャツのサイズのイメージが多分これなのよ、そうだね、実際このサイズだしね、そう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 、大きいのも着るけどね、でもパンクなイメージで多分選んできていただいたのかなと、でもバッチリだねこれ。そうだね、個人的にはこのサイズの T シャツがね、ママちゃんとか一番着やすい。そうっすよね、いやでもブラキシジュンさんね、なんか始まったばかりと聞いたんで、まあもしよかったら、ね、見てくださってる方もぜひインスタグラムとか覗いてみてください、はい、僕は S サイズです。僕 M で。体験持ってきましょう。はい、はい、では、今日はリチウムの方から、はい、せっかく T シャツもらったしね。そうですね、はい、T シャツです。 T シャツ、はい、ヴィンテージバンド T シャツ。いやーいいねー。分かりやすいものから、うん、珍しいものまで、うん、結構いろいろ入荷してて、はいはいはい、で値段帯も、まあ、高いけど、高いけど安いぐらいのところでね。わかりますね、はい、そうね、やっぱヴィンテージバンド T シャツね、今ね珍しいものすごい高いしね。そう、去年よりね絶対値段上がってるからね、上がってるね、で、なんか俺も初めて見たものとか多くて、おー、はいはいはい、まあ、そういうものも含めて、今日は紹介していきたいなと思います。はい、はい、では、はい、まあヴィンテージバンティ、ボンボン出してきますから。いやー見たい見たい、まあ入荷の中からスージー&ザバンシーズ、おお、知ってますかこれ。はい、珍しいよね、この珍しい T シャツ自体ね。スージーっすよね、まあセックスピストルズ親衛隊として有名な女性、はいはいはい、でこのバンド自体はねかなりさ、後世の人たちが、その後の人たちがさかなり影響を受けたってね、公言してますよ ね、 で、T シャツ少ないよねやっぱりね。僕は個人的に初めて見たねこれは、これはおそらく、ヨーロッパボディの90年代のもの、たまに見るやつ ね、 ね、はい、もうスージー&ザ・バンシーズっていうかスージースもね、そのピストルズの追っかけ堂のもそうだし、なんか若かりし日のね、シドビシャスも、あ、はいはいはい、ドラムやってたみたいな。あ、なんかさっきチラッと言ってたね、ことは言うしね、まあ、シドもね、もともとそういう、ね、ピストルズの追っかけじゃないけど、そういうね、まあブティックセックスでタムロしてた若者の一人なわけだしね、そこで何ヘッドハンティングされちゃったのがシドだったってこと、そうね、グレンマドロップがねちょっとね、残念ながらね、うんってなっちゃったけど。そうだね、まあ数字数、人ももう見た目としてね、印象的なね、みんながイメージするね、パンク周辺にいる女って感じ。ただもう音楽もかっこいいし、そうだね、パンティのデザインもやっぱ抜群にね、抜群、値段帯もねやっぱ高いけどね、いや安い安い、全然安いっすよ、高いけど安い、数字&ザ・マンシーズ気になる方ぜひ、はい、はい、では2着目、はい、いきましょう、はい、ポンポンいきましょう、こちら、まあ、これバンドティーっていうね、イベントティー、ウェイトゥーゴー84、ほう、84年のパンク関連のこのイベントのフライヤーの T シャツってことかな、はい、ああそうかもね、物販とかそういうのかな、これが壁に貼られてたっちゅうわけですからね、そうだね、多分ね、でさ、このブッキングでさ、すげえおおって思うのがさ、はいはいはい、スイサイダルとトイドールズ、はい、なんか違和感ある。違和感あるよね。ブッキングですね、だいぶ、ね。今考えると、ってなるし。そうだね。異ジャンルって感じが。そうだね。あとビッグボーイズとかも入ってるんだけど。そうなんだ。はい、はい。パンクとかハードコアとか、そっち系のイベントなんだろうけど、いい意味でのね、この、はいはいはい、そこ、なんだっていうね。確かに。ボディもなんかいいね、このね、当時のボディかな、おそらく、ね。80のボディだろうね。でもなんか
なんだろうな、このスケートティーとかにありそうなボディーというか、あ、はいはいはい、ちょっとかさつきのある、うん、オールドのスケートティーみたいなね、そういうボディーなんかも、うん、まあイベントティーらしい感じがするよね。そうだね、うん、こういう盛り合わせティーってやっぱいいよね、うん、いいよね、なんかお得感、あ、そうそうそう、うん、なんかフェスの T シャツとかもそうだけど、ね、なんかいろんなバンドいて、うん、あとなんかセンスいいよなと思うわ、毎回こういうフライヤーデザインっていうか、うん、ね、話のネタにもなるし、ね、うん、まあ俺これ初めて見たし、いや個人的にも初めてです ね、うん、ね、はい、まあ、こちらね気になる方おすすめです、うん、はい、はいはい、では、はい、とりあえずリチウムの T シャツの中で多いジャンル、うん、UK パンク、UK ハードコアパンクの中から一つ、はいはい、はい、3着目はこちらです。はい、はい、80s のブロークンボンズ、うん、おー、はい、いいっすね、直球だね、あんまないぞこれも、ね、ボンズ脱退したね、ボンズがね、ボンズ脱退したじゃん、ディスチャージ、ディスチャージ脱退したボンズが、ボンズが組んだね、うん、ね、このねハードコアといえばな、そうですね、まあ、これもイベントだろうね、あ、ここに、うん、あの日付と会場かな、オリンピックオーディトリウムって書いてあるね、うんうん、会場書いてあって、はいはいはい、まあこうボディもねちょっと珍しいんだよね、うん、ほら、あ、 BVD です、 BVD、 あのヴィンテージのシャツとかで有名ですね、うん、よく見るボディで、まあ、いいボディだね、うんうん、この直球、ね、ハードコアパンクなこのデザイン、うん、ね、その中のねど真ん中の一つの ねブロークンボーンズ、スカルモチーフが、うん、ね、あの曲も聴いてみたんですけどね、うん、かっこいいね、かっこいいね、ギターザックザク、うん、ザックザクだね、ボーンズのね、そうそう、うん、ソロとかもね、かっこよくて、ね、うん、でこれやっぱりこうブロークンボーンズの T シャツ見るけど、うん、まあ、イベントティーというか、うんうん、ライブティーね、うん、その日の T シャツ自体見ないし、これもしかしたらオフィシャル物販なのかな、ボディーとプリントもなんか結構しっかりと、しっかりしっかりする、丁寧じゃ丁寧じゃなんかあるよね、そういうのね、あのカスカス感とかなくて、そう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 、なんかちゃんとなんか作られた感じがする、ね、うんうん、まあこれも珍しい一着になりますので、ぜひ、ね、はい、はい、じゃあ次いきましょうか、うん、はい、こちら出しますよ、はい、はい、ビリーアイドル、ビリーアイドル、はい、いいね、これ80年代の、うん、まあソロになってからだね、はいはいはい、ジェネレーション X、うん、まあパンクだよね、そうだね、まあとソロになってから、うん、まあこれが背面見ると、うん、はい、レベルイエル2枚目、その2枚目のやつの、ね、その後のツアーなのかな、うん、ああっぽいね、これはね、うん、なんかすげえ売れたアルバムっていうイメージがある ね、うん、この辺りね、で肩にもがっつり、はい、ね、アームプリント、はいはいはい、はい、あとラグランのヴィンテージのバンティー珍しくなったしね、バンティーとか音楽ティーね、久しぶりに見たよ、うん、そうね、ねえ、贅沢な両面、ジェネレーション X パンクだったけど、この頃はあの、ね、パンクだった人でいいそう、パンクだった人、なんかかなりあのメインストリームな雰囲気というか、そうだね、うん、あの頃のあのちょっときらびやかな、そう ね、 ね、ポップな感じだね、80半ば独特なね、あの空気感、そうですね、まあ、うん、これあれでしょ、はい、なんだっけな、うん、日本大がこのアルバムは反逆のアイドルにしたし、うん、あ、そうなんだ、うん、直球と思って、確かに直球パンク畑からね、そうね、うん、来た感じ、ちなみにこれサイズはどんなもんですか、サイズ、ね、結構うちのスタッフのヒューが、あ、はい、あのそよ風が、あ、そよ風さん、うん、そよ風がビタぐらいだから、はい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 、まあ、なんか80年代のラグランらしいタイトサイズ、今ビタッと着ててかっこいいんじゃないかな、うん、そのサイズで着た方が絶対決まるわ、くぬげまくんビタって感じだね、確かに売れたバンドのね、うん、あの風格ある T シャツって感じするよ、わかるわかるわかる、これ系って結構売れてないとなくない、うん、そうなんだよ、両面の多色使いの贅沢な感じね、そうなんだよ、勝ち組みたいなこれはもうぜひこのパンチのあるね、そうですね、ぜひひねるかな、はい、じゃあ次またねちょっと珍しいなーってやつが、うん、まあ、リチウムであんま入んないかなってやつなんですよ、あ、そうね、あんま入れない、ね、入れないっていうか見つかんないし、見つかんないよね、うん、はい、じゃあこちら、はい、いいね、バットレリジョン、バットレリジョン、まあボディ90年代だね、うん、いいっすね、まあタグ取れてるけどジャイアントとかそっち系の、うん、そんな気がする、バリッとしたいいボディ使ってる感じだね、はい、背面ね、背面 ね、 いいね、またこのね、PR のね、バットレリジョンのロゴ ね、 はい、バットレリジョンのロゴって言えばこれか、うん、あのクロスに、ね、あ、ね、スラッシュのやつ、はい、イメージだよね、メロディックハードコアにくくられるのかい、ね、でなんか歌詞なんかさ、うん、結構インテリな感じというか頭いい感じというか、ね、そう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 、うん、ね、なんか知的で演奏めちゃ早いんだわ、うん、で曲短いっていう ね、 なんかストレートでいいよね、いやいいね、もうメッセージ性の強いあの感じね、そうそう、うん、ね、後の世代にもすごい影響を与えてるバンドですよね、うんうんうん、そうだね、あとデザインもやっぱこの頃らしいね、うん、このねシンプルなフロント、うん、大きめのバック、そうですね、そしてやっぱサイズ感も90年代らしい、うん、厚めのボディに、うん、
うん、XL 寸ぐらいかな、うんうん、ありそうなね、うん、嬉しいね。だから1枚で着るのにすごくいい、これはバットレディの知らなくてもかっけえってなっちゃうわ、ね、これはね、うん、あとリチウムクローバーのお客さんだとこの辺好きな人多いしね、うん、結構意外といるんすよ、うんね、T シャツあんま置いてねえけどすまんなって感じすまんなって感じ、まあついにみたいな、うん、いやでもこれ意外と争奪戦だと思うよ、うん、これねぜひおすすめ、うん、しかも値段これマジ安い、だって2万でかなりお釣り来るよ、そうね、今アンダー2万で買えなくない、あのだから問題があるんだけど俺寝付けの時酔っ払ったらダメだろ、うん、いや全体的にかなりねお買い求めやすいなと思ってます、うん、今のところそうね、はい、まあ特におすすめの一着になります、うん、はい、はい、じゃあここまでクールなバンドというかなり出てきましたけども、うん、今までやったことないのとか珍しいの多かったです、多かったですね、うん、いやでもねやっぱポップでキャッチーどころというかも欲しいじゃないですか、いやそうだよ、ネタ枠じゃない、うん、ネタ枠じゃないけどネタ枠って言うとあれだし、あの前回の時もちょっとネタにしたのか、うん、そうネタにしたけどね、うん、まあ、今回もはいこんにちはってことで、はいどうも、はい、ナインティーズのラモンズです、いいじゃないですか、いいよね、でボディジャイアントボディ、うん、いいボディですね、うん、本当だ、うん、はい、それで、うん、まあロゴでさ、うん、このカラーリング珍しいよね、ブルーちょっとあんま見ないですよ、ね、うん、これはもうジャストサイズ S 寸ぐらいなんだけど、うん、まあ、このボディとこの定番のこのロゴですよ、うん、でこのちょっと変わり種の青っていうのが ねまたこう色味のバランスも良くて、うん、ま、背面もいいね、背面もいいね、まあ、はい、これですよ、これツボですよ、ね、結構嬉しくない、ここまでついてる、ね、そうだね、うん、ただボディちっちゃいから、うん、プリントが両面でかく見えるんだよね、確かに、うん、これジャストで来たり、まあ、それこそ女の子が来たりとか、ね、まあ、女性客少ねえんだけど、少ねえけど、うん、はい、でもこれコンディション非常によろしいっすね、バッチシですね、うん、だから前回の時も言ったのかな、うん、あのなかなか売れないラモンズ、あ、そうそう、その YouTube 後に、ベースに掲載したのかな、うん、なんかすぐ売れたよね、だからやっぱりこう、救済してくれる方がやっぱりいて、あってね、でかっこいいもん、そうですね、うん、やっぱ今日紹介したバンドのさ、うん、音楽聴くとラモンズの影響かっていうのはもうね、うん、明らかじゃないですか、そうだね、とかもうラモンズ聴かなきゃダメだろうぐらいの気がするし、いやそうなんだ、まあ、うん、本当もう始まりだしね、うん、その それを好きで戻ってくる人も多いしね、うん、そう、うん、そういった意味でね、うん、あの有名だから、うん、敬遠しがちな人もいるかもしれないけど、ね、うん、素晴らしいバンドだね、そうだね、あとこういうちょっとね微妙に違うんだぜみたいなのもいいしね、うん、そうなんですよ、アメジャン合わせてください、いやもうここはアメジャンだね、そうですね、まあでも、はい、ジョイラモンとかルイス着てっけどね、うん、あ、ルイスも着てんだ、着てる着てる、え、そうなんだ、着てる着てる、じゃあルイスでも、でもないからねそうね、うん、まあ本当にこれでカバジャン、そうですね、うん、もう抜群に、うん、まあ606かな、そしたら間違いない、細いパンツで、いい、ね、まあローテクのスニーカーで、うん、バチッと合わせていただきたい一着です、はい、まあこの流れでいっちゃう、うん、もう一着、そうですね、うん、もう一枚ね、結構面白いというか僕が初めて見たんですけどね、うん、あるんすよ、こちらですね、ラモンズですよ、はい、うん、ロックンロールハイスクール、うん、いいね、もうラモンズが入らねえ、入らねえのがいいっていう感じがあるね、うん、でもね一発でわかる、そうですね、うん、90年代終わりぐらいだ、終わりぐらいだと思うね、もうね、うん、あのヘインズの2枚高め、はい、うん、こちらバックプリント、はい、ない、はい、ありません、はい、シンプルでございます、ね、逆にないよ、そう逆にない、ね、逆にないね、このストレートさ、うんうん、あ、こんなシンプルなのってなるもんね、なんかちょっとマニア向けというか、うんうん、クロート感がやっぱいいよね、うん、バンドT全般に言えるかもしれないけど、うん、うん、白ボディってね、うん、やっぱいいっすよね、あ、そうだね、うん、あんまりない気がする、やっぱどうしてもさ、この白ボディの方が T シャツして歴史は全然先だけど、うん、バンティって言ったら黒のイメージ強い、そうですね、さっきのね、このパックイベントのフライヤーのやつもそうだし、白だもんね、うん、あとこっちか、はいはいはい、ブロークンボンズのやつもそうだけど、やっぱ白ボディのバンティ探してる方とかも多いし、うん、そういう意味でもね、分かりづらさと白ボディっていうのはいいバンティだよね、うん、そうですね、あとヴィンテージの T シャツ好きの人多いけど、これ染み込み、あ、うん、いいね、うん、染み込みプリントがっつり入ってますね、うん、カレッジ T でよく聞く言葉だね、いやそうだね、だそういうのもねちょっと面白いね、そうですね、どうしてもあのバンティだったらラバーのイメージ、あ、そう、うん、ちなみにさっきのなんかがもうもろね、あの90年代によくあるそうだ、ね、そうだね、バリバリになるラバーね、そうそう、ラバーで、うん、まあ面白いよねこの辺もね、うん、結局ラモンズで一番100取ってる気がするんだけどだからこういうのあれだから結局俺が好きなの、結構好きなの、好きなんだよ、結局好きなのそうそうそう、だからですね、そう、熱量一番あったもん、ね、そうですね、うん、おすすめでございま す、ね、はい、今日は、はい、ね、ヴィンテージバンド T シャツ、いやー、うん、面白いのいっぱいありました ね久しぶりだったね、この回もね、そうですね、前回やったのは、前回バンド T ヴィンテージ出したのっていつだ、いや覚えてないぐらい前な気がするけどな、リチウムの周年とか、あ、その時にあのスペシャルなあのパンクの T シャツ何枚か出した記憶があるけど、そうだよね、うん、やっぱなかなかね
そんな毎月毎週紹介できるほどはね、うん、見つかんないんだね。そうだね、うん、でもこう集まったらまとめてドンって紹介したいし。そうですね、はい。まあ今回はその分かりやすいところから、うん、なんかちょっと珍しいものまであれだったけど、うん、まあ両店ね今後、うん、まあ新品バンティーも含めて T シャツ、ね、はい、強化できればね、うん、ですね。あとこれからの季節バンドティー、はい、いい季節なので、まあ、うん、今日紹介したものなんかも随時インスタグラムでもね、そうですね、紹介して、はい、ね、オンラインショップも掲載できればと思いますので、うん、はい、まあ、気になる方ぜひチェックしてみてください、はい、よろしくお願いします、はい、ということで締めますか。締めましょう。じゃあ俺かな、はい、うん、じゃんけんでお願いします。ちょっと S サイズのじゃんけんだからちっちゃめで、ちっちゃめ、ちっちゃめでコンパクトに、はい、ワクワクじゃんけん、じゃんけんぽい、チョキでございます、ありがとうございます。